では NHK マイルカップに出走します大盤振る舞いにつきまして吉村調教師に伺います。どうぞよろしくお願いします。前回アーリントンカップで10勝2勝目となりました。アーリントンカップの内容を振り返っていただきたいんですが。そうですね、まあ、課題でもありました。スタートはうまくいって二の足もねそこそこあいいとこ取れたなと思って見てたんですけど、ちょっと道中進み具合がいくらかプッシュし押し気味なところもあったんで、ちょっと不安な気持ちは見ていました。はい。まあ、ただ最後の外に出してから直線の足は良かったですね。そうですね、本当直線入ってしばらくはねこうまだもたもたしてるように見えたんですけど、はい、坂下ぐらいから加速していってくれましたので、はい。武豊騎手が初めての騎乗でしたけれども、武豊騎手とは何かレース前この馬について話はされたんでしょうか。いや、その朝日杯が少しゲートでちょっと後ろに動くようなところがあったんで、いくらか遅れ気味になりましたっていうことを伝えたのと、まあもちろん中立の練習もしてましたのでね、まあそれぐらいしか伝えてなかったです。もちろんねもう把握されてましたので、はい。レース後の武豊騎手の評価というのはどうだったでしょうか。そうですね、やっぱり道中はちょっと大丈夫かなっていう気持ちだったっておっしゃってましたし、まあ、直線外に出してムチを入れたらそれで馬が変わってスイッチが入ったっておっしゃってました。はい。これで2つ目受賞のタイトルも2つということになりました。ここまでのこの馬のキャリアについてはどうご覧になってますか。そうですね、まあ、新馬買って2戦目でやはり受賞を買ってくれたので、ローテーション的にはすごく組み立てやすかったので、まあ、キャリアもそこまでね重ねることなくレース選択できているというのはもうすごく大きいと思います。 NHK マイルカップを目標にというのはどのぐらいからイメージされてたんですか。そうですね、まあ、オーナーとも相談しながら、まあ、朝日杯の後も距離はどうだろうねというお話をさせていただいて、やはりマイルがやっぱり一番適性は現状高いと思いますということで、じゃあ春はマイルカップの目標にしようということで、はい、決まりました。デビューからのここまでのプロセスというのは調教師の思い描いていた通りでしょうか。やはり小柄ではあるんですけど、新馬前も追い切りでね調教いい動き見せてましたし、まあ、これだったらもう新馬も勝ち負けできるなっていう感触も得てて、まあ、でも2戦目でね重賞勝ってくれたんで、正直ちょっとそこにはびっくりしたこともあったんですけども、はい。この4戦の中でどうでしょう、この馬の一番の持ち味というのはどんなところでしょうか。そうですね、まあ新馬2戦目は好意で競馬に流れに乗りながら直線伸びてくるっていう競馬でしたし、まあ、朝日はちょっとそのスタートがねあんまり良くなかったので一応面白になったっていうのもあったんですけど、まあ、前走ねああいう競馬できるっていうのがちょっと客室の幅も広がったというか、そういった印象を受けています。はい。ゲートの不安というのは解消されましたですか。そうですね、まあ、前走後もジョッキーとも話して、もうそこまで練習はいらないと思うよっておっしゃってくださいましたので、もともとうるさい馬じゃなかったのでね、ちょっとやっぱり朝日杯で感覚空いて G1 っていうのもあったのかもしれませんし、はい、まあ金曜日に1回だけはこちらで中立の練習をしとこうかなと思っています。はい。中間の調整について伺います。今回は中2周レース間隔が詰まってということになりました。まあそれでね、もうレース後も反動なく乗り出せてましたし、もう早い時はいらないと思ってましたので、まあ、1週前も日曜日に15にとどめて、まあ、当該週1本で十分だろうなと思って、はい、予定通り来ています。今日最終追い切り販路での調整になりました。最終調整の動きいかがだったですか。予定通りの、まあ、時計もですね動きも、はい、まあ豊ジョッキーのお話してもらしたんですけど、やはりもうすごく楽に動いたし、もういい感じですっておっしゃってくださいましたので、はい、いい感じだと思います。
800m が52秒8がベストですか、ね、それに近いかもしれないですね、まあ、あんまりその半路だとちょっと、あまり動かないようなところもあったんですけど、はい、まあ、無理せずにいい時計も出ましたんで、はい、レース感覚が詰まることについての不安というのは特にないでしょうか、そうですね、まあ、買い食いもしっかりしている馬なんで、まあ、確かに初めて の, そのレース感覚が詰まって出走するということはこの馬初めてなんですけども、むしろ前走も間も空いてましたし上積みもあると思ってます。今年のメンバー3歳マイル路線については吉村調教師はどのように相手関係ご覧になってますか。まあ、やはりね、もちろん G1 馬もいますし連勝中の馬もいますしね、まあ、牝馬でもちょっとトライアル勝ったり 馬もいますんで、やはり G1 ですからね、メンバーもやはり手強い相手がもちろんいると思ってます、はい、そうした中で、レースのポイント肝になりそうなところはどのあたりだと思いますか。そうですね、もうその辺はやっぱりもうジョッキーじゃないとちょっとね、ゲート開いてからっていうことになるでしょうから、はい、まあ、あとはもう一度前走乗ってもらってますんで、はい、それも直近にお任せしようと思っています。輸送への不安や東京交通への不安というのは特にないですかね。そうですね、まあ、2戦目で東京経験してますし普段もすごく扱いやすい馬で入れ込むところもないですしね、その辺も大丈夫だと思ってます、はい、週末はちょっと天気が優れないというような予報も出ていますが。そうですよね、まあ、それも前走で、まあ、阪神もレース中ももう降ってたような感じでしたしね、楽な馬場ではなかったと思いますので、まあ、そういったところもクリアしてくれたので、ね、まあ、その辺もあんまり不安はないです、はい。まあ、デビュー戦が414キロで前走が426、どうでしょう、体も少しずつ大きくなっていってるんでしょうか。そうですね、デビュー前よりはやはり体も立派にはなってきてますんで、まあ、今回は、まあ体重とかは維持してるぐらいだとは思うんですけど、やはり筋肉のつき方とか体の張りっていうのはやはり前走使ったことでさらによく見せてます、はい、小柄でもね、ガッツがあるというか。そうですね、体も大きく見せますし飛びも小さい馬でもないのでね、数字以上にやはりこう大きく見せる馬だなと思っています、はい。まあ、大盤振る舞いというユニークな名前もあって結構ファンからも注目されていると思いますが、はい、その点についてはいかがですか。そうですね、やはり2戦目とかね、まあ、新馬戦もそこまで人気なかったのでそういった名前通りの、ね、結果も出してくれてるんですけど、まあ、私の印象では顔はすごく可愛らしい顔してますし、まあ、体も小さい子柄で顔も小さいものなんでね、そういう印象から大盤振る舞いっていう印象はあんまり湧かないですけども、はい。そうなんですね、はい。まあ、岡オーナーにとってもかなり思い入れのある一頭だというふうには伺ってますが。そうですね、生産されてのね G1 もかかってますし、はい、まあやはりみんなね G1 目標にされてますから、はい。さあ、いよいよ本番ということになりました。では改めて本番に向けての意気込みお願いできますでしょうか。はい、まあ前走阪神のマイルですけどね、克服してくれていい勝ち方で結果も出してくれて、まあ、G1 に進めれますんで、まあ中間も順調に来ていますんでね、はい、あとはもう当日しっかり残された日をいい状態で出走できるように努めていくだけだと思っています。